佐賀桜マラソン2022オンライン3月17日よりいよいよ開幕。皆さんこんにちは。佐賀桜マラソン大会のアンバサダーの金原健二です。マラソン大会オンラインで参加するのは初めてです。戸惑うこともあると思いますが、小学校の生の皆さんから桜井さんのメッセージもいただいています。完走を目指して頑張ります。エントリーされている方々の健闘を願います。もうですね、走る距離も少なくなったんですけども、大体週に3回程度30分ぐらいのジョギングを続けております。やっぱり体調に合った走り方をして、もう無理をしないようにしてます。もう80歳超えてますので、もう頑張るのも難しくなってますので、そして最近はもう家の前小さな公園ありますので、まあ、そこで走ることが多くなりました。体力に応じたもう無理のないトレーニングをすることが大切だと思います。まずランニングよりも、まあ、歩くことから始められた方がいいんじゃないかと思います。この大会も1年明けての大会で、本当に多くの人がもう待ち望んで参加されていたと思います。佐賀桜マラソン大会もぜひですね、来年の大会多くの人が参加できて喜んでいただきたいと思います。体力に相談しながら走り続けたいと思ってます。ランナーズ賞という賞をいただいた、その表彰状にも、マラソンの発展や、まあ、貢献したということで表彰を受けましたので、もう私は生涯走れるだけ走り続けなくちゃいけないのが私の、まあ、ランナーズ賞をいただいた使命だと思ってますので、できる限りこれからも走り続けたいと願っております。今までも多くの人と出会ってきましたし、これからも佐賀桜マラソンを通してですね、多くの人と出会って走り合いたいと思ってます。まあ、この北九州マラソンの時期的にですね、とっても寒い時期に開催されるんですよ。だから本当にその寒い中でですね、本当にこの人が一生懸命こう大会を支えてくれてますので、本当に、そういう人に対して何かこう木村翔が差し上げることができればとても嬉しいですね。その木村先生からこういうのを設けようかみたいな、いや大会の主催者から企画がありまして、実行委員会の中でそれが決定されました。去年の東京オリンピックはですね、本当に観客が多かったで、あれはやっぱり選手はやっぱり寂しかったと思います。そうやって頑張ってとか声かけられるとものすごく励みになります、うん。ホンダの EHEV は電気の力で走るたびに楽しい。ベゼル EHEV が新登場、世界に新しい気分を。ぜひホンダカーズで。お求めはお近くのホンダカーズへ。